ありますが、子供の絵もあります。その人たちも同時に紹介します。私がこの絵を選んだ理由は、子供が椿の周りで遊んでいる絵で可愛いと思ったからです。子供の絵も好きだからです。この絵は椿の木の周りで4人の子供たちが遊んでいる様子です。この絵には5人の子供がいると思いきや、1人は人形なのではないでしょうか。人形だと思う部分は背が小さいし、足が裸足だからです。さて、この絵の中には幼少の時のエメリさんがいます。奥の方の左がエメリさんです。子供たちは着物を着ているので、エメリさんの幼少期だなと思いました。これでギャラリートークは